はい、皆さんこんにちは、まあこんばんはですかね。もういつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。まあ今日も Vlog 形式で、まあ髪の毛もちょっと濡れててと言いますのもですね、ちょっと直前までランニングしてたんですよね。でまあ気分がすっきり爽やかということで、まあ夜中ではありますけど頭も割と冴えてます。まあもうなんだろうな、最近僕自身の話ですけども10時半ぐらいも寝ちゃうんですけど、まだ今日はそういうわけで目は覚めてる状態ですね。まあ疲労はあるんですけどね。で今日どういう話をしようかなっていうふうに思ったんですけど、まあ秋入ったじゃないですか。まあだいぶ今日涼しかったですよね。でまあ今年は例年と比べてもやっぱりかなり暑い夏だったと思うんですよ。で急激に冷えるじゃないですか。で大概の場合は特に高校生はやっぱり間髪入れずすごく忙しい生活を強いられている子が多いので体調崩しやすいんですよね。で崩しやすくて、でまあ昔から僕も、まあ、学生の頃もそうでしたけど、僕の場合はやっぱりずっとまあスポーツをやっていたので、まあサッカーなんですけど、やっぱり体への負担っていうのは割と大きかった方ではあると思うんですよね。で当然ながらそうすると崩しやすいってことになるわけですよ。まあ内臓はそんなに強いタイプじゃないので、その遺伝的に。でどうしようかなっていう、まあ試行錯誤を常にしたわけですけども、まあ今もそうですけども、まあその意味でそういう悩みをね、抱えている子、つまり、季節の節目で体調崩しやすいとかね、気づいた時に崩してたとか、そういう子におすすめしたい、ちょっとしたヒントというか、そういう話をしたいと思ったんですよ。で結論から言うと、まさに僕が今やってきたことをしてください、あるいは長風呂をするっていうことなんですよね。どういうことかっていうと、まあ、まずその最初の方はランニングをするとか、少し汗をかく。でこれどういうことかっていうと、結局その人間って体調、特に温度が急激に変化するっていう状況じゃないですか。でその時に、やっぱりその常に寒いとか常に暑いとか、そういう状態では人間って体調ってそんなに崩れないんですよね。その変化が激しいと、その順応するのに時間がかかって、そこでやっぱり一時的に無理をしてるわけですよ。でその順応するのにある程度その細やかに神経を使っていれば問題ないんですけど、優先的に、まあ、特に僕みたいな体、内臓がそんなに強くないタイプ、あれ体が強くないタイプっていうのはもともとですよ、生まれつき。まあもともとそのなんていうのかな、体が頑丈なタイプって言ったりするじゃないですか。まあもちろん僕も大きな病気とかはしてないですよ。ただそういうタイプだと思うんです。まあ背も細いし、もともとすごい体がっしりしてるタイプとかいたりするじゃないですか。僕はそういうタイプではないので、そういう話です。で結局その温度変化っていうところで一番何が変わるのかなっていうのは、やっぱり代謝機能だと思うんですよ。夏の間だったら常に発汗する。で代謝が激しいっていう状態は基本的には体にとってはいいですよね。でところが一気に寒くなると、その代謝が起こらなくなって、でそれでそう急激に肌寒く感じたりとか、あれ体温維持するのが難しくなったりとか、そういうことなんじゃないかなと僕は昔から感じるんですよね。でその時にどういう工夫をしているかというと、まあ一つは体を動かせば自然と汗が出るじゃないですか。でその汗が出るっていうところで、自然と体自身、体が頭っていうよりは体が自然と調節する機会とか頻度っていうのが高くなるわけですね、多くなるわけです。でそれでスムーズに体調を整えやすくなるかなっていう感覚があるんですよね。でまあベストなのはやっぱり体を動かして汗かいてっていうのが一番いいと思うんですけど、まあ運動苦手とかあんまり習慣がないっていう子はですね、やっぱり長風呂がいいかなというふうに思います。まあ自然と汗もかけば、体がある程度温まった状態で寒いところに行っても、それは体の方で調節してくれるので、そういうことって意外と見落としがちかなと思ってお話ししたいと思ったんですよね。でまあそのなんだろうな、細かいその配慮とか体調管理って、まあもちろんアスリートの世界で生きている子たち、まあ僕の教え子にはあまりないですけど、まあ激しいスポーツと勉強を両立している子っていうのは、まあラグビー、サッカー、野球、バスケあたりっていうのはまあ何人もいます。でこういうタイプはやっぱりその
なんていうのか、皆さんもイメージとして、やっぱり文武両道の人ってタフだよなってイメージあると思うんですよ、多分ね。で、実際その繰り返しますが、柄がもともと強いタイプでも言いますし、で、そういう人はそんなに気にしなくてもいいんですけど、僕みたいなもともとそんなに強くないタイプでもたくさんいるんですよ。そうすると、やっぱりストレスがかかっていることには変わりないわけですよね。で、そのか、まあ、頭を使っても疲れるし、体を使ってももっと疲れるし、疲労っていう意味ではですね。で、ダメージを受ける、損傷を受ける、あるいはその激しい訓練をする、トレーニングをすることで、体を休ませるっていうプロセスが必ず必要になるわけですよね。で、そこで、まずその神経を尖らせなきゃいけない、その、まあ、十分に休ませなきゃいけないことに加えて、その季節の変化によるその順応するための体の負担がかかってきて、でそれで一気に崩すっていうことが、あるいはまあ人によっては怪我っていうことも多いと思いますけどね、そういうことが起きるわけですよ。で、まあなんだろうな、まあ体を鍛えている人間でもそういうことは、まあそういう事情で起きる。なので、普段鍛えてないとか、特に女の子なんかは、やっぱり体脂肪率が高い分、比較的ですよ、その男子と比べても、冷え性になりやすいっていうのがありますよね、夏でも。そのエアコンをずっと効かせっぱなしの部屋にいると、その体温が下がりすぎちゃってっていうのね。で、やっぱり季節の変わり目で体調崩しやすいっていうのは、そういう子たちを中心になおさらそうだと思うんですよ。なので、まあ、日頃からね、その体調管理、あるいはその体を動かすのいいですよっていうことを言ってます、僕は。で、主に3つぐらいあると思うんです。柔軟体操とかストレッチの類で、2つ目は無酸素運動、筋トレの類で、3つ目は有酸素運動、まあ、体調をするのは持久力を、ね、上げるっていうね、そういうタイプで、今言ったのはこの3番目のところです。代謝っていうものを十分に整えようっていうことです。筋トレはと柔軟のところはあんまり関係ない気がしますね。季節の変わり目に順応するという意味では、やっぱり体温だと思いますね。体温を維持するにはやっぱり代謝というものでコントロールするのが一番いいと思うので、もっと言うと、そのなるべく、まあ、急激に下がるじゃないですか。なので体を温めるということが大事なわけですよ。まあ、その意味でも同じですよね。体を動かせば自然と発熱はするし、で長風呂に使っていればやっぱり体温も上がるいうところで、まあ、皆さん、まあ、これ言い忘れましたね、やっぱり高校生、まあ、中学生もそうですけど、見てるとバタバタしてるんですよ。まだ子供だし、自分自身が何者かっていうこともそうですけど、そもそも体調管理っていうものが行き届かないというか、学校とかその友達と遊ぶとか、その塾に行くとか、そういうことに追われちゃっていて、物理的に時間を守るとか、どこに何分に行くとか、約束を守るとか、そういうことはね、一生懸命になっていると思うんですけど、自分の内面の心身のその体調をコンディションを整えるっていうところまでは、やっぱりきめ細やかな管理ができているか本当少ないなというふうに思いますね。で、まあ、こういう季節の変わり目だからこそ感じやすいところだと思うので、ぜひちょっとね、念頭に置きながら生活してみてはいかがでしょうかという旨の話でした。まあ短めですけども、たまにはこういうね、短い映像もいいかなというふうに思います。ではまた明日時間ありましたら撮らせていただきたいと思いますので、どうぞお楽しみになさってください。では今日はこの辺で、まあ夜も遅くなりましたので、終わりにしたいと思います。じゃあ皆さん、おやすみなさい。バイバイ。